日々思うことを語る今日の一言今日は昨日に引き続き大分の新作の話をちょっとしたいと思います、えー、この新作は、えー、シェイクスピアの夏の夜の夢を、えー、元にした日本舞踊作品題名が「明月の森夢物語」えー、つまり夏の夜を、えー、中秋の名月に置き換えてそして 時代を江戸風の時代に置き換えて書き下ろしたものなんですね登場人物は侍の世界職人の世界そして妖精の世界とこの3つの世界に分かれているんですが中でもその妖精の世界というのは実は日本古来にはあまりない考え方でどうしようかと思った時にいやいや 西洋における妖精たちに匹敵するたくさんの神様が日本にはいるかなと思いまして、八百万の神ですね。妖精に当てはめて。妖精の王、オーベロンは神様の王様、山の神。そしてタイターニアにあたるのは野原の神、野の神。で、他に豆の神、あるいはキノコの神。 消ししのの神というのがありましてで今回その設定をアテネの森ではなくユフの森という設定にしたので、えー、やはりご当地な感じで妖精の王様と女王様が取り合うものは何がいいかなと考えた時に大分にはとても素晴らしい恵みがあるそれは温泉。 ということで「湯の神」というのを作って、えー、湯の神を王様である山の神と、えー、その妃、野の神が取り合うとこういう設定にしましたこの続きはまた明日ではまた。